何からいきますか、何からいきますかっていうか、まあ、やっぱり一番まだ焦点なのはやっぱコロナはコロナですよね。コロナですかね。国内はまあそうですね。ね、あの東京新聞が今日、はい、あの紹介してましたけれども、そうそう、湯川玲子さん、ね、湯川玲子さん86歳になってらっしゃるんですけれども、感染をして、まあ、本当に大変だったみたいですよね。半年くらい、まあ、あの無事にあの生還されたというか、はい、あのまあ、改善というかね、あの自宅療養の後に苦しくなって病院に入院されて、かなり長いこと入院なさって戻ってきたと。そうですね、これあの東京新聞の記事によると、はい、先月ですね、1月21日に発熱されて、はい、22日にその PCR 検査を受けたら、はい、翌23日に感染が判明して、うん、まあ、自宅療養してたんだけれども、まあ、本当にそのだんだんこう水すら飲めなくなって、うん、こうベッドからこうトイレにも行けなくなって、はい、で、入院をして、はい、で2月15日ですから、まあ、もう本当に半月以上、ね、うん、あの入院をされたということですから、はい、まあ、高齢者の方々が本当にその大変だなということですよね、うん、あとね、湯川さんの場合は息子さんがいらしたからいいけれども、うん、本当に一人だとこれ大変だなんじゃないかっていう話ですね。ですね、ただし、うん、でも今まあ現状そのもう報道されてますけれども、うん、自宅療養と称する、まあ、自宅療養てか自宅放置ですよね、はい、の状態の人がまあ50万人以上全国でいると。だからいつも言うんですけど、東京ドーム10個分ぐらいの人たちが自宅療養日本全国でしてるわけでしょ。してるってことですよね。でかつあのこれ僕だから本当になんて言うんでしょうかね、そのメディアとかメディアの周りの責任の重要性みたいなことを考えるんですけれど、うん、はい、なんかこうオミクロン大したことないとかね、うん、もう5類にしちゃっていいんじゃないかみたいなことを盛んにおっしゃる方々がたくさんいらっしゃるんだけれども、はい、日経新聞の今朝の提言もどちらかというとその系列だったかな。そうなんですよね、うん、ただその5類にするとかしないとかっていう議論をする前に、はい、そのまあこれはもう皆さんが指摘されてますけれども、はい、第5波という波から第6波っていう波の間にね、こうかなりこう凪の状態がかなり長くあったわけだから、黄金の3ヶ月っていうらしいですね巷では。黄金なのか何なのか、ただその黄金だとするんだったら黄金の期間にやるべきこと、やらなくちゃいけないこと、はい、いや、たくさんあったと思うんですけれども、うん、それは2類を5類にするとかっていう議論ではなくて、うん、まあ、これ、岸田首相は当初ね、こう、おっしゃっていて、うん、僕自身も、まあ、多くの方もそうだったと思うんですけど、若干こう、期待したというかね、うん、あ、ようやくまともなコロナ対策が行われるんじゃないかと。はい、つまり、きちんと検査をしましょうと。うん、あの岸田さんおっしゃったのは、その無症状者を含める、うん、方々に無料の検査っていうのを拡大するんだっていうようなことをおっしゃったりとか、あるいはワクチンの、ね、接種をするんだとかっていうようなことをだからおっしゃったので、まあ、ようやく検査、保護、隔離でワクチンっていう、そういうそのまともなこう、コロナ対策が行われるのかなと思ったんだけれども、うん、まあ、結果、今になってみると、うん、ワクチンも実際3回目のブースター接種はまだ、そうですね、高齢者の方でも3割から35%くらいですよね、しか行われていない、うん、はい、で検査も相変わらずなかなかできない、うん、 そうですね、それから入院っていうのもなかなかできなくて、はい、まあ、50万人先ほど申し上げたように自宅療養しているというようなこの状況だと、まあ、ほぼ政治が機能してないっていうことですよね。そうなりますね。結局コロナって2年戦ってきて、うん、これだけ検査できないのって世界各国見ましても、あの先進国では日本ぐらいなんじゃないかと思いますよ、ね。そうですね。まあ、これ、例えばワクチンを早くやったから、うん、感染が抑えられてるかっていえば、例えば、これ僕いつも、僕は長く駐在してたので、ついつい関心持ってしまうんですけれども、はい、韓国なんかは、日本よりも早めに3回目のブースター接種をかなりしたんですよね。うん、もう5割、6割してるんですけれども、それでも感染拡大が止まっていないので、ワクチンだけで全てが抑えられるわけでもないんですけれども、ただし、その、2類を5類にしようとか、そのオミクロン株はそんな重症化しないんだとかって言ってるような、うん、こう楽観論よりも、まあ、もちろん楽観的なこう分析っていうのをその専門家の方々がしたりとかね、すること自体は別に僕はいいと思うんですけれども、しかし政治は楽観論じゃなくて、うん、できるだけこう悲観論に立ってこう、そうですね、最悪の状況を想定して動かないと、うん、まあ、これ有事みたいなもんですからね。まあ、そうだから、うん、これだから本当に皮肉なことなんですけれども、その今日これまあ一方でね、例えばこれ2月19日付の東京新聞が手元にあるんですけどね、はい、いわゆる敵基地攻撃能力っていうのを、うん、これをそのどうも印象が悪いから言い換えましょうとかね、うん、いうようなことを、そんな目先ばっかりね、そうなんですよ、言ってたりとか、あるいはその憲法改正しようと、うん、で今憲法改正するんだったら何かって言えば、その緊急事態条項だと。
まあ、このコロナ禍っていうものでを踏まえて人々の間にやっぱりその緊急事態のに備えたこう、うん、なんていうかな、こう政治の力が必要なんじゃないかみたいなことが高まっているっていうことを理由にして、憲法改正しようじゃないかみたいなことを言ってるんですけれども、うんうん、これも皮肉込めて言えば、こういう議論どうぞ、うん、するんだったらしても結構なんですけれども、うん、しかし本当の緊急事態にあなた方何してるんですかっていうことですよね。だから敵基地攻撃能力とか緊急事態条項って言ってる前に、うん、まあ、ワクチンであったりとか検査であったりとか、うん、あるいは医療体制であったりとか、うん、眼前の危機にちゃんと対応もしないでおいて、こういうそのね、こう敵基地攻撃だとか、うん、緊急事態だっていうようなことになると、やたらこう勇ましいことを言っている政治家の皆さん、うん、何かこう勘違いされてませんかっていうようなことをちょっと思ったりはしますよね。そうですね、うん、いやまさにで、特に岸田総理は、うん、まあ、就任して間もなく、うん、まあ、最悪の、まあ、要するにやりすぎだと思われてもその責任は自分が取るからということで、うん、まあ、水際対策などはね、うん、かなり厳しいものを12月末にこう実施して、はい、それ、まあ、今でもそれが続いていて、まあ、とうとうそれが、うん、来月から緩和されるようですけれども、うん、でも水際対策って最初に厳しくするのはすごく大事だけれども、やっぱりこう入ってくる人数を減らして、はい、うん、まあ、感染者減らす、ゆっくり感染が、始まっちゃうのが遅らせるって、うん、そういう意味ではすごく意味があったと思うんですけども、うん、まあまあ、いわゆるね、その後どうしていくかっていう段階的なことと、まあ、あとやっぱり検査体制、そうですね、なってないなっていう話がありますよね。水際対策に関して言うと、うん、これももう専門家の皆さんがこう指摘されてますけれども、うん、今岩瀬さんおっしゃったように、その完璧な水際対策なんていうのは、例えば中国のような国だったらまだ別ですけれども、うんうん、日本のような、まあ、あるいはこういわゆるその自由主義国家みたいなところで完璧な水際対策ってのはほぼありえなくて、うん、まあ、これ皆さんご存知の通り、必死に水際やったんだけれども、うん、日本でどうやらそのオミクロン株が広がったのは、検査もろくにしてなかった米軍から広がったんじゃないかっていうことがあるわけですよ。じわじわ染み出しちゃったって言われてるわけですね。だからこれ完璧な水際対策なんてのは基本的にできなくて、うんうん、でこれは岩さんおっしゃいましたけれども、この水際対策の意味っていうのは、はい、ちょっとでも入ってくるのをできるだけ遅らせて、うん、でその対策を取る、まあ、ある種の時間稼ぎなわけですね、うん、その時間稼ぎの間に何もせずっていう、しかも第6波必ず来るって言われていてですもんね。でだからそう、だからやりすぎって言う、やりすぎって言われて、うん、もうこれが責任取るんじゃなくて、何もしなくて結局自分が責任取らなきゃいけないんじゃないですかっていう状況になってきて、うん、まあ、ここに来てちょっと支持率は下がってきてるようですけれども、うん、ただこれ水際対策の問題点、これここに来て緩和っていうようなことに舵を切りつつあるのも、はい、これ実を言うと、その、まあ、政権の積極的な意思というよりも、周りから。そうです。経済界、そうですね。経済界から言われてるんですね。経団連の会長とかも言ってましたね。そうなんです。だから、はい、まあ、これ、いくら日本が、その、まあ、特に保守派の方々はこれもよくおっしゃるんですけれども、移民は絶対ダメだっていうようなことをおっしゃってるんだけれども、うんうん、経済界の要望っていうのがまさに日本の状況っていうのを表していて、はい、つまり外国人の、うん、まあ、労働者ってあえて言いますけど、労働者がいないと、今日本の経済はもう回らないわけですよね。はい、それは僕らの身近なコンビニでもそうだし、うんうん、あるいは地方の中小企業だったりとか農家もそうなんですけど、回らないというようなことがあって、経済界もそういう要望をすると、うんうん、それからもう一つは、あまりにも厳しすぎるので、この水際対策が、はい、まあ、一時的にはいいんですけれど、はい、長く続きすぎると、日本に例えば本当に留学をしたい学生さんであったりとか、はい、若者たちが日本に入れないと、でこれが結構重大で、はい、日本にこう来たいという留学生とか、こう日本に、まあ、旅行も含めてですけども、来たい人たちっていうのは基本的に日本が好きで来たい人たちですよね。で、そういう人たちが将来日本で学んだりとか生活をしたりとかして、まあ、ある種日本通になって世界中にこう散っていくってことになると、まあ、日本のそういう意味での国際的な交流であったりとか、日本に対する理解というのは高まるはずなんだけれども、そういう留学生が入ってこれなくなっちゃうと、うん、結局例えば他の国に行っちゃったりとか、なんか私も見たインタビューで、日本に行こうと思ってたけど、日本が鎖国だから私は韓国に行きますっていう留学生いました ね、うん、いますだからそういう人たちが、うん、残念ですよね、もっと来てよ来てよって思ってるのに、ね、そうなんですよ、だからそういう方々からの声もものすごい強かったっていうことで、うんうん、これもそのどちらかというと政権の主体的な意思っていうよりは、そういう方向に舵を切らざるを得なくなったっていうのが実態に近い、うん、という意味で言うと、これもそのこうワクチンの遅れ、検査も増えないっていうのと同じように、最初の水際対策を強めたのは、これはまあいろんな評価があるんだけれども、仮に評価するとしても、この水際対策の緩和の
遅れみたいなこと、だから要するにアクセルとブレーキの踏み方がちょっとおかしいっていうようなところも、これもまあこう今の政権が結局まあ何もしてないっていうかね、聞く力はいいですよ、でも聞くだけで何もしないっていうね、あるいはいや聞き流す力って先週ね共産党の小池さんおっしゃってましたね。まあ小池さんうまいことおっしゃってるかもしれないですけれども、だけどそういう意味で言うとちょっとこの政権の問題点みたいなものがまあ浮き彫りになってくるのかなと。でまあこれ先ほど申し上げましたけれども、ここに来て少し支持率が下がっていて、毎日新聞の世論調査ですけれども、政権を支持するっていう人が前回よりも7ポイントくらい下がって 45%、うんはい、で支持しないっていうのは 46%、はい、だから、まあ、ほぼ支持と不支持が拮抗するような状況になってきたっていうことですから、うん、まあこのまんまこう政権支持率が下がっていくってことになると、うん、まあちょっとこれまた政治っていうか永田町あたりが騒がしくなる、うん、まあ騒がしくなるっていうか騒がしくなる前にやることやってほしいんですけどもね。そうなんですよ、なんか永田町は参議院選挙のね、うん、ムードが結構満点だって聞いて、まあ、がっかりしちゃ う, っていうか、うん、やっぱりもっと私たちに身近な、まあ、ちゃんと私たちがコロナになった時にどうにかしてよっていうね、うん、そういう思いは本当に強くなるなと思いますけど、湯川さん冒頭に申し上げて、湯川さんはね、うん、ご無事になんとかこう治ったようですけれども、うん、今全国のコロナ死者はもう連続毎日連続で200人超えていると、ね、うん、これは第1波から第5波よりも増えているっていう、これは誰が考えてもね、うん、オミクロンが重症化しないと言っても、うん、母数が増えれば、まあ、やっぱり基礎疾患持ってる人はそうはいかないっていう話もありますし、ね、あるいは母数が増えると重症化がなくなる方も増えてしまうということですよね、うん、やっぱり政権にもっともっとね動いてほしい、どうにかしてほしいっていうのはみんなも、ものに対しての、うん、ある種のその理念とか、はい、なぜ水際なのかとか、うん、それから要するに、まあ、なぜ例えば5000人なのかとかですね、はい、まあ、そういうなんていうのかな、まあ、しっかりとしたその理由というか、まあ、理念と言ってもいいんだけど、それがね見えませんよ、はっきり言って。そうですね。この前の記者会見聞いててもうがっかりしたのはね、うん、いや、質問が記者から出てね、はい、なぜ5000人なんですかと。そうね、その根拠はわかんないですよね、うん、5000人の。そうなん、うん、そしたらね、なんと説明したかというと、うん、いや、厳しく去年した時に2000人に1回しましたと。はい、で、その後3500人に緩め、うん、そして5000人にまで緩めてきましたと。うん、でもまたいろ、感染が、まあ、その爆発したと拡大したので、うん、5000だったのをまた3500人に戻しましたと。うんうんうん、で、また今、感染が少し減ってきてるので、はい、また5000に戻しましたと。いやいや、それ、そんなことじゃないでしょ。2000、3500、5000にした。で、3500に戻した。だからまた5000に。いやいや。そうじゃなくて、なぜ5000人なのかと。それ、例えばね、うん、その、入ってくる、その、まあ、海外から入ってくる人の対応をするためのね、うん、例えば人的な、その、こっち側の体制とか、あ、そうか、そうか。うん、それから、例えば、その、隔離するなり、例えば、はい、そういう、その、施設の問題とか、ないとか、うん、うん、それから、要するに、もし、そこで陽性だった場合に、対応するのはこれぐらいが今の限度だとか、うん、で、結局、その、国がじゃなくて、これ地方自治体がやるわけですよね。入ってきてからの、その、いわゆる、例えば陽性が出た場合対応するとかね、例えばその、成田空港の千葉県にその辺が負担かかったりね。はい。で、いや、でも千葉県はそもそも今、その、感染者が多くて、医療逼迫してる。だから、で、こういうことも考えて5000ですって、それを聞きたいわけですよ。はい。でも、そういう説明は一切ない。でね、だから水際、それとね、もう一つ僕は水際についてはもうものすごくこだわってるのは、やっぱり去年ね、はい、12月、去年の12月ですよ、はい、そのまさに九州の沖縄がね、はい、要するにその米軍、在日米軍基地があって、まあそこの要するにそのアメリカ兵とかその家族とか、はい、この辺の問題ありましたよね。そこから感染がね、染み出てきて、うん、はい。そうそう、これ山口もそうだった、広島もそうだった。はい、で、これも水際でしょ？そうですよ。ん？これは、うん、でも違うんですよ。多分、きっと岸田さんはこれ日米同盟であって、そうそうそう、ね、在日米軍基地っていうのは全然、別の国なんですよ。日本の中にあるけど。ね、違い方権だからっていう、うん、ことなんでしょうけど。いや、だからね、うん、水際を私は厳しくしましたと。うん、で、今度は3500を5000にしますと。はい、ね、もう、
虚しいわけ。あの、なんていうかな、あの、ちゃんとしたバックボーンとか理由とか、うん、そこを聞きたいんだけど、そこが全くないわけですよね。ね。だから日本はあれでしょ、今海外からまた鎖国状態になってんじゃねえかって言われてるんでしょ、今。そうそう。ただね、これ僕は誤解を覚悟で言うとね、うん、いや、それはやっぱ日本は日本のね、うん、ある種、その、いわゆる、なんていうのかな、そのコロナ対策というものがもしあるとするならばね、はい、それは例えばじゃあ鎖国と言われても、うん、いや、今はこうなんだという、ちゃんとしたものが、例えばあればね、うん、僕はそれはそれで成り立つと思うんです。はいはい、ただ理由が、ね、うんうん、一方でね、その、うん、じゃあ経済どうするんだと、はい、それから留学生はどうするんだと、そうそう、うん、そしたらやっぱりそこに対しては、いや、こうだっていうね、なんかそのある種の、なんだ、まあメリハリと言ってもいいんだけど、うん、理屈がちゃんとあるメリハリみたいなものでなきゃいけない。それがね、なんとなくなんですよ。うん、そうですね。僕はもう、これね、水際だけじゃなくて、すべてがそうでしょ、うん、うん。例えば今、自宅療養者の概念が、にしてもね、はい、何にしても、要するに科学的にもしっかりと、例えばワクチンの数がどうなの、検査のキットの数がどうなのか、それから、あの、病院、病床が今こういう状況になってて、救急医療がこういう状況になってる。だからそれを解決するために、まあ、例えば僕はいつも、あの、感染症法の法改正とかね、そういうものも議論すべきじゃないかっていうのは僕の、あの、意見なんですけど、そんなこともやらないしね。はい。だから、もうなんか一時が万事でね、だから水際と言うけども、それも要するに、まあ、こうやってしっかりと、あの、詰めて考えていくとね、いやー、結構いい加減だよな、じゃあ他のは、いや、他のもいい加減だよな、とかね。で、そういうものがあの会見でどこまでね、聞けるのかと思ったら、やっぱりもう、一切、その辺踏み込んでないでしょ。そうなんだ。だからね、結構僕はもう、あの、いや、がっかりしたんですよ。正直言って。そういうなんかこう、いい加減さ、いい加減っていうか、その根拠のない数字を出してくるから、結局、それが技能実習生とか留学生とかね、さっき鈴木さんも言ってましたけど、これが日本に入ってこられない。そうなると、これが経済にも結局影響しちゃうんですよね。今、海外の人たちに、そういう人たちに頼っている業種っていっぱいあるじゃないですか。いや、そうなんですよ。ね。でね、いやいや、桜井さんね、経済といえばね、じゃあ国内どうなのっていうね、まあ福岡もそうでしょうけど、やっぱ相変わらず飲食店も本当苦しいと思いますよ。それで、この2年間でやっぱりお店を畳んだ人とかね、それから要するに仕事を失ってる人、これも数字、先週出ましたけど、はい、要するにコロナで離職した、仕事を離れた、再就職できていないっていう人がやっぱり過去最高なんですよ。はあ、そうですか。こういう、これも経済ですよ。うん、こういうところはじゃあどうなってるのっていうね。何かね、僕このタイミングで水際っていうのが一つ、その岸田さんのキーワードになってるわけね。はい、厳しくやったっていうね。でも、で、そこを緩めるっていうね。うん、象徴的にやっぱりそこにこう、まあ、あの、政権側が、こうなんていうのかな、関心をこう集中させてるけど、うん、全体を見たらまだこれ、まあ、やること山ほどあるじゃないですか。的外れなんですよね。多分ね。今更水際対策やったって、もう国内でこれだけ感染者広がってるのが意味がないですよね、正直ね。いやー、そうです。で、いや、それでね、ごめんなさい、もうすぐ一つだけ。あとね、連日死者がすごく多いんですよ。はい、そうなんですよ。この前の会見でね、そこへのね、弔意とかね、哀悼の言葉とかね、本当に一人一人の命をね、失わせて申し訳ないっていう、何にもなかったですよ。コロナ患者にお見舞い申し上げますしか言わなかった。僕ね、いやちょっとなんかそういう意味でもう一回問いたいなって、ここでもう一回姿勢をちゃんと問いたいなっていう気がしましたね。はい。まあ、検査数がですね、今回増えたことは増えたんです。前回 の13日よりもですね。ですから、5000人ほど増えたけれども、まあ、感染者の数は少し減ったとは言えるんですけれども、まだまだ油断を許さないこれ、山田さん、検査数は1万8000人ぐらいでしょ。そうです。それで、1万2000人陽性って、もうちょっと異様な数字ですよね。そうですね。だからこれ、もう陽性らしい人だけしか検査してないってことですね。いや、もうそうなんですよね。で、本当に実際に無症状で感染したまま、全く気づかない人も非常に多いはずです。そうですね。ですからもう本当の感染者を調べ始めたら、数はもう圧倒的に多いんですが。ですから実態を反映してるかって言ったら、これはもう反映してないんですよね。実態は反映してないですね。だからもうこれはある意味で、その定点観測の数字としてですね、まあ、変化としてはある程度参考にはなるんですけれども、はい、
実態とはかけ離れてる、実態とはもうかけ離れてるのはもうこれもう完全に今の実態とは違うんだということはまずよく理解しておく必要があると思います。それとまあじゃあ何が一番現実を映してるかって考えていくとなかなか難しくてですね、これ重症者も即検査即入院ってことになってないわけですよね。そうなんですよね、で重症しても、まあ、まずそもそも医療体制の方でですね、かなり重症化しない場合はですね弾いちゃいますからね、そうなんですね、でまあ、本当に重症化した人たち方々がこう受け入れられる体制を作っておこうということにしてはいるんですけれども、ただやっぱり高齢者の方に関しては重症化する勢いというのはそんなにゆっくりではやっぱり早いということを言われてますから、そうですね、まあ、本来やっぱり高齢者の方はそんなにそのハードルを下げてはいけないわけで、多くの人が入院する、この辺もちょっと問題残しますよね、ですから東京都の方ではやはり若い方に関してはもう、まあ、なるべくもう入院をしない形とか、あるいは入院されていても軽くなられた方はもう転院か退院の方にして病床を空けていくってことを今やっている、まあ、ある種自転車操業のような形で、対応していこうということです。そうですね、はい、まあ、じゃあそれ何を見たらいいかと、まあ、死者の数は増加傾向ということなんですよね。はい、そうですね、国内の死者数昨日は158人なんですけれども、これ2月14日以来200人を下回ったというんですけれども、はい、ただ直近7日間を平均した1日あたりの死者数は210人でして、で過去最多を更新して、まあ、増加傾向を示していると、まあ、これも死者もですね後からあコロナだったと言って加える場合もありますから、必ずしも今すぐその実態が浮ぼりになっているわけでもないと。そうですね、でしかもそのまたこのコロナそのものではなくてももともと持っている基礎疾患が悪化してというケースもあって、 その基礎疾患が悪化したことが本当にコロナから始まっているのかどうかも捉えきれてない面もあると思うんですね。ですからいわゆるそのコロナ関連死ということに含めるとですね、もっともっと実態は多いんだというふうに考えるべきだという専門家が多いですね。そうですね、はい、まあ、こうしてなかなか実態つかみきれない中で、やはり国がどうやってるかということを、まあ、皆さん考えるわけで、それがまあ内閣支持率などにも影響してくると思うんですが、昨日2つ出たんですね。そうですね、特に、まあ、まず毎日新聞ですけども、ここはですね支持率が 45% で前回比7ポイント減りまして、はい、で不支持が 46% と、支持を 1% 1% 上回りまして、不支持がもう上回ったんですね。これ前回より10ポイント増です、まあ、統計的にはまあ拮抗かもしれませんけれども、今までその支持の方が不支持をずっと上回ってきましたので、はい、これは非常に新しいと言いますか、まあ、官邸にとっては非常に厳しい世論が出てきたということだと思います。そうですね、で共同通信もやってるんですけども、山さんこれ共同通信と毎日あまりにも違うんで、ちょっとびっくりしたんですよね。共同通信は支持が 56.6% で前回比 0.7 ポイント増と、で不支持は 27.4% で、で前回比 2.2 ポイント増で、共同を見る限りは支持と不支持は支持の方がまだダブルスコアで上回っているっていう、こんなことがあるんですかね、形なんですけれども、違いが、ここは、まあ、調査方法においても違うのかもしれませんけれども、私は毎日新聞の調査の方が今の世の中の空気を表しているんだろうと、あえて申しますと、調査方法のことは、まあ、あまり詳しく申しませんけど、私はこの毎日新聞の調査方法大変信頼をしています。そうですか、はい、いろいろ調べてみた。共同通信に怒られません？共同通信の方法というのは今までの従来型で他社が全部大体同じような方法だと思うんですけど。そうですか、はい、そうですか、まあ、あまりここは深く、はい、また別の時にこの話をします、はい、それにしてもですね、はい、こうして毎日新聞の調査で支持率が落ちている理由は何でしょうか。これはやはりもうやっぱり今直近で言ってば私ワクチンの接種が遅いということに対する不満だと思うんですね、はい、でこれはやっぱりもうストレートにですね出ていまして、毎日新聞の調査でワクチン接種が遅いと思いますかという質問に対して遅いと思う 63%、はい、遅いと思わない 29% です、うん、で年代別に見ますと遅いと思うは18歳から49歳は 50% 台なんですけれども、60歳以上は7割超です。だからまあ高齢者になってみれば見るほど遅い遅いよという気分が強いということですね。これワクチン接種については、まあ、自治体によってもかなり差があるとは言われているんですけれども、こうやっておしなべて傾向を見てみてもやはり高齢者の方の方が不満を、強い危機感を持っていらっしゃるということはここから読み取れると思うんですね。そうですね、
どうなんでしょうか、まあ、いろいろ岸田さんはですね、水際対策の問題を少し変更してみたり、はい、それから、まあ、濃厚接触者の待機期間についてもいろいろ考えたりとしているようですが、この辺について山田さんはどう見ますか。これ私やっぱりちょっと岸田さんはですね、例えばですね、水際対策を、まあ、今度緩和をする方向にしたと、で実はですね、もう政府内でも専門家を含めてですね、もう水際対策が時間稼ぎをする役割はもう終わったと、だから水際はもうそこにリソースを割くのであれば、他にもっと、まあ、人的や物的なその検査のですね、はい、ことも含めて注ぐべきであるというのは実はもう体制なんですけれども、岸田さんがそれにこだわっていると、うん、それはなぜかというと、まあ、岸田さんが発足以来高い支持率を得たことの一つの中に、オミクロンが分かってからも、分かってからその、まあ、海外の入国者を、まあ、かなり規制しました、はい、まあ、事実上、まあ、鎖国状態という人もいるんですけれどもね、でこれは確かにその時は大きな支持率を得たんですけれども、やっぱある程度一定程度時間が経っているのに、それを切り替えるタイミングがやっぱりちょっと失してしまっているなと、うん、それから、まあ、濃厚接触者もですね、尾身さんが昨日分科会 その尾身会長が、このもう一つ柔軟に、議論をそろそろ始めた方がいいのではないかと、でこの発言の背景を昨日やっぱり私取材してみますと、今週あたりから、まあ、濃厚接触者についても待機期間はもう大幅にもうまず濃厚接触者そのものの定義をですね、もう限定すると、まあ、クラスター対策が起きそうな例えば高齢者の施設とかですね、といった方向にどうも切り替えようということにはなりつつあるんですが、いずれにしてもこれをもっと早くやるべきだったという、つまりオミクロンというのはそれだけもう薄く広く、広がりますので、濃厚接触者はもともと追い切るにはかなり限界があるわけですね、うん、でそういったその科学的な知見に対して この岸田さんの対応というのがやっぱりちょっとこの、まあ、もうひょっとしたらやっぱ国民がそれに心配するかもしれないと、いうことにとらわれて、やや政治の方にちょっと軸足を岸田さん置きすぎているので、今ここに来て後手の感じがですね、出てきているなというところ、これは難しいですね、世論の動向を注視するとなると、はい、後手に回っちゃうんです、逆にね。例えば水際なんかでも、確かに世論はですね、水際対策を今緩めるのはあまり良くないというのが、つい1週間ほど前の調査でも出てるんですね。この番組でもね、そんなにね、みんな水際対策かましろしろっていう声ばかりではなかったですよ。でこれはですね、実はさっきちょっと私申しましたけども、やっぱりこれむしろ岸田さんがですね、まあ、もうこれ時間を、まあ、ある意味で稼いで、もうしかしこれから新しい局面に変わらなくちゃいけないっていうのは、もう科学的なその、まあ、医学的な、まあ、蓄積がここで出てるわけなので、それをやっぱり説明しなくちゃいけないですね。だから尾身さんが記者会見の横にいるかどうかは別として、科学者、医学者が説明していることを、岸田さんなら岸田さんの言葉でですね、説得しなくちゃいけないんですね、この局面。説明不足ですか。ですから私はこの部分については、他の部分はともかく、この水際に関して特に言うと、岸田さんもっと国民に説明してくださいよと、いうのが私の見方です。そうですか。はい、まあ、せっかく岸田さんは、ね、国民の声を聞いて、ちゃんと、まあ、やるよと、そのことを、実直に、愚直に実行しようとしていると、今度はそれが批判に回られちゃうっていうのも、ちょっと切ないところもあるんじゃないでしょうかね。やっぱり聞きすぎということになってしまうとですね、それに対して説得ってことがやっぱり弱くなってしまうので、国民とその科学の向いてる方向、医学的なその、まあ、見地で答えはこっちだというのが同じ方向を向いてるときはいいんですけども、それはしばしばそれはやはり、まあ、ズレも生じてくるわけで、でそのときはですね、むしろ聞く力よりも、その説得する力というのも出さなくてはいけないので、まあ、岸田さん自身もここで少しやはりまたこれまでの政治スタイルをですね、もう変えていく、まあ、オミクロンを機会に変えていくタイミングがもうやってきたという意味では、この間の記者会見は物足りなかったですね。と再び悪化している現象が浮き彫りになっているというこの調査結果にも番組が注目しております。はい、よろしいですか。はい、湯川さんね、もう聞いてみたら、これ、この番組に2回お越しになってるんだけど、はいはい、その2回目が、結構このコロナに感染するギリギリだった。先月ご出演いただいて、はい、あとで聞いたらね、はい、もう、この番組にご出演になって、2日、
日後に、はい、ということなんで、まあ、この現場には俺と壇蜜と、はい、湯川さん、はい、でもその時にはとても元気だし、俺たちはその状況知らないし、もちろんね、はい、まあだから、まあだから、まあ、事後経過的にはギリギリ、まあ、政府の段階なんだけど、はい、その後は発症なされたと。まあそれでこの方のおっしゃった言葉はもうなんだかすごいね。まあ一人で苦しんでて、熱は下がんない。38度後半だって。胃がムカついて、水も飲めないと。薬も飲めない。吐きたくてもベッドから3メートルのトイレまでも歩けなくなった。深刻。夜中に血痰を吐いたと。苦しさで一睡もできない日が続いたと。それでやっとかかりつけ医に相談して、病院を探して、入院したと。お辛かったでしょうね。いやいやいや、まあ、この、まあ、結構、まあ、こういう、まあ、こういうご経験をなされて、はい、一人で苦しむ高齢者を救ってくれと。まあね、一人で、まあ、こう、この期間見ると、発熱が21日、陽性が判明したのが23日、入院したのが27日、まあ、この間、あれだよね。何日間か、1週間弱ね。はい。苦しんでたと。はい。まあ、まあ、経過が、まあ、よくて、まあ、良かったんだろうけど、まあ、他のでも、年寄りね、なんか、たくさん、こう、病気にかかってて、はい、その接種状況、はい。3回目の接種、なんか遅いっていうのが。まだね、進んでないですよね。うん、随分遅いなっていうのがあって、はい、この遅い中で、だね、年寄りたちね、はい、物価が、まあ、ガソリンとかそんなの上がってるってニュース、そっちに行ってますか？はい。ますか？そうですね、はい、これ、総務省が先週金曜日18日に発表しました先月1月の全国消費者物価指数によりますと5ヶ月連続で物価が上昇しているということが分かりまして品目別に見てみますとだいたい電気代が 15.9% 値上がり都市ガス代 17.8% プラス灯油 33.4% ガソリン 22% それぞれ上がっているということなんですよね。あのね、これ物価がね、はい、全部上がってるわけよ、はい。もうすごい上がり方してるでしょ。ね、この上がり方がさ、これだけ上がってて、もうどうしようもないわけだよね。はい、もう電気、ガス、食料、全部上がってるわけだ。で、高齢者、まあ、さっき言ったね、はい、公的年金は、0.4% 引き下げ。これが2年連続マイナスで4月からだと。はい、4月から引き下げるっていう話があるわけよ。はいはい、で、これは、賃金の、と比較してのスライド方式っていうの、はい、賃金と、こう賃金が上がれば、こう年金も上がると。はい、賃金が下がれば年金も下がるという、その方式で計算すると、はい、まあ下がるんだけど、はい、前にそういうことがあって、0.7% 下がったのね、年金が。はいはい、それに今度 0.4% が加わるわけね。はい、結構下がるなぁと。はい、今、これ、物価スライド方式ってさ、あーいやだから、上げてほしいぐらい。だから、ね、そうだね、年金をね。賃金が下がってるからこっちも下げるんだけど、でもこの賃金っていうのは、はい、まあ高齢者もそうだけど、うん、まあ一般に暮らしてる人たちも賃金は下がってるわけです。そん中でガソリンが 22%、灯油が 33%、ね、電気代が 15%、物はガンガン上がってるわけだよ。
小麦粉を使ったものなんかもね。ましてや、お家にいることが多くなって。電話だし、電気代とかガス代とかね。本当に止まらないわよね。えりこさんは今日何食ってた？今日は、お味噌汁、昨日の残りのお味噌汁に、あの、そうめんを入れて煮込んだものを、あの、お弁当箱に入れて、タッパに入れて持ってきてた。持ってきましたけど。なんで今この流れで急に思い出されちゃったんでしょうね。あ、そうか、全体的なものをね、あの。いや、あの、はい、まあ、旗から見てて言うのもなんだけど、はいはい、あの、もうちょっと栄養のあるもの。いや、卵も入ってたし、ね、卵とじにしてましたしね。あの、昨日の残りの味噌汁に、はいはい、そうめんをぶっ込んで。ぶっ込んできましたけど。で、時間が経って、はい、お味噌汁をちょっと吸ってね、パンパンになったあのそうめんを、膨らんでたね、ちょっとレンジ。目の前で間飲みの、なんかうどんみたいなやつ。あ、うどんかな、うどんかな、うどんではないです。そうめん。と思って、食べてたんですよ。だから太くなって、ちょっとね、そう。それを美味しそうにすすってたけど。美味しかったですよ。みんなにちょっと褒められて、お前、美味しそうだって褒められて。今、味覚がなくなったりするんですよ。違います。ちょっと危ない、そんな。節約料理この後に本当にそんなこと言わないでください。節約料理、ね、ちゃんと味覚もちゃんとあります。嗅覚も味覚もありまして、美味しくいただいてました。なんだ、大竹さん以外の方には美味しそうですねって。美味しそうですね。マキさん、マキさん、マキさん。活動できる限り止めないという観点で対応を見直してきました、ということなんですが、ただ死者数は本当多いですよ、ね、そうですね、あのこれまあまあ今更言ってもしょうがないんですけれども、なんかこう楽観論みたいなものが政界でもメディア界でも何かこう振りまく人たちが一部にいたんですけれども、まあごく当たり前と言ったらあの語弊がありますけれども、あの感染者数がこれだけ爆発的に増えれば、当然ながら重症者、軽症の方が多いと言っても重症者や亡くなる方が増えてきて、200人が超えているというのが連日出てるんですよね。で、かつ、あの、救急搬送困難事案と、まあ、救急車がこう病院見つからないというような事案も、過去最高をどんどん更新しているので、コロナも大変なんですけれども、他の、こう、救急疾患ですね、の方々で、なかなか満足な治療を受けられずに、こう、まあ、重症化したりとか、あるいは亡くなったりとかっていうケースも、これ他に出てるんじゃないかっていうような感じもして、ちょっと深刻な状況ですよね。で、なんかこう、なんでしょうね、言い方はですけど、いろんな国のやり方の、うん、いいとこつまみ食いは無理だって思うんですね。で、うん、で、その、じゃあもう思いっきり、自由の方に舵を振っている国でも、じゃあ3回目のワクチンは相当打ってますけど、みたいなところで言うと、日本はそこ打ててなかったりとかするので、なんかちゃんと方針みたいなものに沿って、あれもこれもは僕はちょっと無理なんじゃないかなっていう。そうですね。ただコロナ禍が始まってもう2年経ったわけですよね。でも同じというか、波がこう今度6回目なわけですから、はい、本来 でその前の6回目の波の前には何ヶ月か非常に凪の時期があったわけでね。で今回まあ岸田総理大臣は検査とかをどんどん進めるとか、ワクチンも進めるって言ってるんですけれども、相変わらず検査もワクチンも進まない。この濃厚接触者の扱い、ニュースの中にありましたけれども、どうするのかっていう話もね、これ結構検査とこう濃厚に結びつくわけですよね。だから濃厚接触者でも検査を繰り返しやって、ある程度こう無症、あの陰性ってことであれば、こう経済活動に復帰させるってことも僕はありだと思うんですけれども、そのためには十分な検査できなくちゃいけないんですけれども、これも今ね、こう症状が出てる人でもなかなか検査にアクセスできないっていうような現状の中で、これ何を言ってんのっていう感じも僕はしちゃいますよね。さあ、そして、連日お伝えしています、ウクライナなんですけど、かなり複雑ですね、ウクライナも。いろいろな、こう、ロシアの専門家の方々に僕もちょっと取材でお話伺ったりとかするんですけれども、このロシアが全面的にウクライナに侵攻するっていうのは、ちょっと考えにくいんじゃないのかという方が多くてですね。まあ確かに言われてみると、これ、もうかなりこう強力な経済制裁、もうすでに受けてるのに、さらに経済制裁を受けるとか、あるいは国際社会の非難ってことを考えると考えにくいんですけれども、逆に今度アメリカの側が、まあ、いわゆるインテリジェンスっていうふうに言うらしいですけれども、まあ、機密情報、情報機関などが集めた情報っていうのをバンバン出してきていて、なんかこう、全くこう、ロシアは明日にでもなんかこう、もう軍事侵攻するんじゃないかみたいな情報を流していてと、この辺のアメリカのこう、情報にこう、世界中がちょっと振り回されてるのか、
あるいはアメリカ側がこう意図的にこういう情報を出しているのかっていうあたり、ちょっと気になるところではありますよね。いや、ここ僕すごい読み方がとか、僕なんかだと読み方も何も解釈の仕方がすごい難しいなと思うんですけどね、うんうんうん、アメリカがもう可能性があるっていう段階で何日にもうロシアは侵攻するっていうのを確信得てますから、うんうん、っていうことで、うん、いうことでロシア側はそうしないみたいな、うんうん、こういうサイバーテロみたいなことかけてきますからっていうことで、うんうん、ロシア側は逆に先に言われてるからまんまとそうしないみたいな理屈が通り始めちゃうと、ずいぶんアメリカに都合のいい言い方なっていう気がするんですね。そうですね。そのロシアがやってきた時にはほら見たことか俺たちの情報ってすごいだろうだし、やらなかった時にはあれを未然に防いだのはむしろ僕らが積極的に情報を出したからだっていうことになるじゃないですか。しかもあれですからね、一部ではこうアメリカがこういう情報を盛んに出しているのは、EU、まあ、フランスとかドイツとかがこうに危機感を持たせるためだと。つまり実際に、ね、フランスの大統領マクロンさんとかドイツの首相なんかがこうプーチンさんと会ったりとか、そのアメリカの情報、危機的な情報を聞いて、フランスとか、まあ、こう地域の EU の側が危機感を持って交渉に当たるためにこういう情報を出してるんじゃないかっていう人もいたりとかして、うん、そうなってくると、この情報をどこまで信用できるのか、それからね、先ほどちょっと伊集院さんと話したんですけど、ね、大量破壊兵器があるんだって言ったイラクのケースなんかを考えると、アメリカの情報も大丈夫なのっていうね。そうなんですよね。うん、でいて、もちろん、ロシアのやってること自体は、じゃあ、侵攻する気がなかったとしても、かなりそれを色濃くすることで、NATO を牽制するとか、ウクライナを牽制するっていうことだから、褒められたことなんか一つもないんですけど、だけど、冷静に今の状況がどうなってるのかが、あまりに複雑化しすぎて、そうですね、ちょっとわからない、見えてこないなっていうのは僕はずっと実感してますね。だから、2点考えなくちゃいけないのは、結局、今の話でもそうですけれども、はい、ロシアっていう、まあ、地域の大国と EU、それから、はい、アメリカの、その、ある種、こう、いろんな、こう、思惑が混じった策略みたいなものの中で、ウクライナっていう、その、地政学的な、その、小国がね、こういう目に遭ってしまうっていうような、こう、不条理。それからもう一つは、その、いろいろ、こう、戦後、まあ、日本でいう戦後、こう、各地域でいろんな紛争とか戦争とか起きてきたわけですけれども、今回に関して言うと、これ、核保有国で実際プーチンさん核俺たち持ってるんだってことをちらつかしてるわけですよね、うん、そのロシアと EU あるいはアメリカっていう本当に大国同士が今こういう形で睨み合ってるってことは、これまでのこう地域の紛争戦争と違って、これ場合によってはこれ本当にその世界大戦クラスのこう紛争が起きかねないっていうような状況ですので、うん、これは本当にまあこう各国のあるいはまあ人類のちょっと英知をこう結集してね、この危機をなんとかこう回避をするっていうようなことにこう力尽くしてほしい。まあ、それで言うと日本何してんのっていう感じもするんですけどね。いや、ちょっとしますね。かなり巧妙で高等な外交がいるから、うん、ましてやもっと単純なことでもエネルギー問題をみんな抱えてるから、ロシアからエネルギーは欲しいけれども、うん、かといって、やってることは許せないみたいなことをかなり巧妙に懐柔したりとかしてる中で、うん、僕は少し日本は出遅れてるなって思いますけどね。本当だったらね、こうプーチン大統領とこう同じ方向にかけてかけて駆け抜けるっていうはずだった人が日本にもいらっしゃるんですけど、なんか姿が、ね、下の名前で呼び合えるぐらい仲良しの人ですね。そうですね、そうなんですね、姿が見えないっていうかね、そういう関係であるんだったら本当プーチンさんを説得してほしいなっていう気もするんですけれども、まあそういう皮肉はともかくとしてもちょっと日本の影が薄いですね。オリンピックが、終わりました。はい。で、ニュースとしては、ね、日本最多18個のメダルっていうニュースで、まあ、スポーツとしては、僕はスポーツ好きとしてはいろんなシーンが好きなんで、僕ね、こんな時に、うん、明けて今日こんなこと言ってる人いないから、うん、まあ、もう僕の天の弱も含め大変申し訳ないんですけども、うんうん、盛り上がった、楽しかったじゃんかっていう人は考えてほしいのは、だから、オリンピックは日本でやらなくても楽しいですっていう。うんうん、僕はこう、札幌に誘致するっていう動きに関して、もっとちゃんと考えないとっていうか、まあ、正直個人的に言えば僕は日本でやらなくても、オリンピックを十分楽しめると思っていて、なんか、やっぱりオリンピックの、いや、それ東京のことも、バタバタと時間がなかったせいで、何にも振り返れてないし、うん、まあ、そうやってこの、北京も終わっていくんだって感じなんですけどね。僕も伊集院さんと一緒で、いくつかの競技、テレビで視聴をしまして、夢中になってみました。カーリングなんかはね、僕もなんかちょっと涙したりとかして、なので、スポーツの素晴らしさってのはもちろんあるんですけれども、ただ一方で、今回の北京で言うと、ロシアのワリエワ選手の問題であるとかね、うん、
もうそうです。あのスポーツそのもののこうあのオリンピックの運営そのもののこう問題点ってこともありましたし、それからもうちょっと大きく言うと、東京オリンピックはまあはっきり言えばこう命よりも金みたいなね、こうとにかくやるんだっていうふうに走っちゃいましたし、それから北京に関して言うと、これ人権問題とかね、こういろんな問題抱えたままやったと。で、こう、オリンピックっていうものそのものが、僕はその、今のこう商業化、肥大化したオリンピックの、ここが行き詰まってるんじゃないかと。だからこのまま行くと実際そうなんですけど。まあこれはっきり言えば、まあ一番念頭にあるのは中国ですよね。まあ中国を中心にそういうところとの関係上、その経済的な面っていうのが、今これ中国とは非常にもう密接に結びついているので、こういうその結びついている経済っていうものをこう安全保障上のね、こう観点からこう日本を守らなきゃいけないんだっていうような発想で、まあ一部理解できなくはないんだけれども、そういう発想でこう場合によっては企業に罰則を科そうというようなことまでこう今検討されてるんですね。でいうその経済安全保障のこう特集を岩波の世界がやっていて、その中のこう一本のルポルタージュとして僕が書いたのがですね、この大河原加工機事件という岩さんがご紹介いただいて、していただいたんですけれども、はいはい、まあ、なんか読み応えのあるルポなんですけど、いやいや、ありがとうございます。いやいや、本当ですかっていうことがたくさん書いてそうなんですね、はい、これ経済安全保障の観点からもこれ非常に重要な事件なんですけれども、うん、はい、僕がずっと取材をしてきたいわゆる刑事司法ですね、はい、例えば日本の刑事司法、そうです、はい、刑事司法というとちょっと難しいんですけれども、うん、警察とか検察が、うん、まあ、犯罪捜査をして最終的にはこう警察が逮捕をして、警察が逮捕をしたら検察が起訴をすると、うん、はい、まあ、つまりこの人は犯罪の容疑がありますから裁判しましょうって言って裁判、はい、刑事裁判にかける、はい、で最終的には裁判所が審理をして最終的に有罪なのか無罪なのかっていうようなことを決めると、はい、この一連の過程を一般的に刑事司法っていうんですけれども、はい、この刑事司法の中にいろいろな問題点があるっていう、この問題点も含めて、まあ、凝縮されたような事件なんですね、はい、でざっくり言うとですね、はい、横浜の都筑区っていうところに本社がある、はい、大河原加工機っていうのは、これまあ中小企業なんですけれども、はい、でも日本の中小企業を優れた技術を持っているところがたくさんあって、うん、この大河原加工機っていう会社は、噴霧乾燥機って言って、はい、これ僕理系じゃないんで。そう、私も噴霧乾燥機っていうと、これ何が何だか分かんないです。そうなんです。ざっくりとした説明になっちゃうんですけれども、はい、要するに、いろんな液体だったりとか、うん、液体や固体系のものを、うん、こう噴霧をして乾燥させる、うん、だから例えば、はい、インスタントラーメン の、はい、そのこうスープであるとか、 あ、はいはい、あるいはちっちゃな袋に入ってるような、そうです、はいはい、それから薬物、薬物っていうか、お薬であるとか、はい、それからセラミックなんか、半導体の加工に絶対必要なセラミックなんかも、はい、こう一回細かな粒子にしておいてから固めるらしいんです。だからこのこう液体とか固体液体状のものをこう噴霧して乾燥させるっていうのはかなりこういろんなことに高度でいろんなところに使われている技術なんですね。でその噴霧乾燥機の国内シェアはなんと7割っていうことなので、なんか書いてあったのは下町ロケットでいうところの福田製作所みたいな、まあ、本当に優れた技術力を持った有料な会社ですね。まあ、もちろん中小企業なので、うん、社員数は90人くらいで、うん、その年間売上は30億くらいなんですけれども、うん、でもそういう会社だったんですね、はい、会社だったとか今もそういう会社があるんですけれども、はい、そのこの大河原加工機がその中国に、はい、その噴霧乾燥機を無許可で不正輸出してたっていう事件、はい、うん、っていうか、まあ、容疑で、警視庁公安部が、うん、2020年の3月に、この社長さんと、それから元専務の方と、はい、それから営業担当の役員の方、はい、この3人を逮捕するんですね。はい、で、元専務は技術職の方ですね。技術職の方ですね。はい、社長さん、元専務、はい、営業担当。はい、でその直後に、今度韓国にも同じようなその噴霧乾燥機を、その経産省の許可を得ないで、うん、はい、不正輸出してたっていうことで逮捕した、はい、で、その両件に関して今度検察、東京地検ですけれども、はい、東京地検は起訴をするということになったわけです、うん、で結論から言っちゃうと、要するに警視庁公安部の捜査があまりにもデタラメで、うん、これね、その初公判の日がもう決まったんですけれども、はい、初公判の日の4日前に、うん、検察が起訴取り下げちゃうんですよ、すいませんでしたって、もう後半これじゃ維持できませんって言ってやめますって言って、まあ、日本の検察って99.9% ドラマにもあったように、うん、検察で、まあ、起訴すると 99% 有罪になると、ところが
起訴して裁判始まる前に取り下げちゃうっていう、うんうん、まあだからこれまさにあの岩瀬さんおっしゃったように異例中の異例、うんうん、こんなことは僕聞いたことないですよ。あのそもそも起訴を取り下げるのが異例なんですけど、初公判の4日前に起訴取り下げなんてのは僕は聞いたことがない、うん、つまりこれぐらい異例のことで、なぜそうなったかって言えば今申し上げたようにその警視庁公安部はそういうふうに逮捕したんだけれど、うんうん、これずっと大から各校期の方がおっしゃってたのは、うん、この機会、うん、その許可が必要な機会じゃないんですよ。うん、で、実を言うと大から各校期の方々、うん、経産省とそういうその輸出規制の協議をずっとしてたんですよね。だからよく分かってんですよ。うん、だから俺はそういうこの許可が必要な危機に当たりませんよって言ってたのに、うんうんうん、警視庁はいやいや許可が必要なんだって言って逮捕したんだけれども、うん、最終的に検察は起訴したんだけど、うん、いやよく考えてみたらこれまずかったな、違うねと、うん、公判持ちませんからって言って起訴取り下げちゃった。つまり冤罪っていうのもはばかられるほどの、うん、こうまあデタラメ捜査だったわけですね、うん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 、ところが、ええ、このその社長さんたち3人逮捕されて、うん、でこれ人質司法って聞いたことあると思うんですけれども、330日以上勾留された、勾留されたんです、1年ですよ。あのこれは人質司法っていうのは日本の刑事司法のこう問題点ってよく言われるんですけれど、逮捕されて容疑を否認すると、その起訴された後も延々と保釈が受けられないんですよ。普通あの日本の刑事訴訟法、まあ、世界中の民主主義の、あの刑事訴訟法そうなんですけれど、保釈あの起訴されたら保釈されるのが原則なんですよ。例えばそうなんですか、殺人とか別にしてですよ。どうしてかって言ったら、これ当たり前ですけれども、逮捕するのは国家権力ですよね、うん、はい、で逮捕されるのは悪いことをやったってとしてもですよ、はい、でもあくまでも個人ですよね、うん、力の、関係が圧倒的に違うわけですよ、うんうんうん、国家対個人ですから、はい、なので逮捕して起訴したら、うん、その逮捕された方は、はい、その犯罪を犯したかもしれないけれども、うんうん、でもまだ有罪になってないですからね、あくまでも無罪推定の被告人なので、はいはいはい、保釈をされて、だって社会生活もあるし、会社があれば会社に勤めなきゃいけないし、うんうん、お金稼がなくちゃいけないし、うんうん、ご飯も食べなきゃいけないし、家族もいるから、うんうん、そういう人たちを保釈をされて、うん、で弁護士なんかとちゃんと相談をして、はい、最終的にこう国家と向き合うと、うん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 、で有罪だったら当然懲役なりとかっていう刑罰を受けるんですけれども、それまではその保釈されるのは原則なんですね。ところが日本の刑事司法は否認をするとその検察がその証拠隠滅の恐れがある、逃亡の恐れがあるって言って保釈請求に反対をして裁判所が保釈を認めてくれないんですよ。で今回のケースは300、あの先ほど岩瀬さんおっしゃったように332日拘留されてるんですね。で5回も保釈請求が棄却されて、うんうん、6回目でようやく認められたんだけど332日ですよ、はい、で拘留されたと、はい、でかつもしかもこれってそれこそ殺人でもなければ、うん、ない不正輸出ですよ、でしかも会社の社長さんですよ、逃げるわけがない、ね、だけどこれはダメだって、証拠隠滅の恐れがあるんだ、逃げる恐れがあるんだって言って認められなかった、でそのこれもう一人ね、これ3人の方捕まったっていうと、社長と技術担当の元専務と営業の担当って申し上げましたけど、この技術担当の専務さんは逮捕されてしばらくしたらこう東京拘置所で体調が急激に悪化しちゃって、で何だって調べたら胃がんだったんですよ、でもうとにかくもう胃がんなので、おそらくあの胃の中で出血がすごいので、貧血でフラフラになって、もうその便なんかもう真っ黒で、でお医者さんはもうすぐに治療が必要だっていうふうに言ったんだけれども、それでも保釈請求したら却下されちゃったんです。ひどくないですか？ひどいんですよ。であのお医者さんもそうだし、ご家族もそうだし、必死に動き回って、自分たちで病院見つけて、とにかくこれ緊急に治療が必要だから、その交流を一時にじゃあせめて停止してくれと、で交流の停止だけを、一時停止だけは勝ち取って病院に連れてったんだけれども、その症状が出てからおかしくなってから1ヶ月以上経っちゃったんですね、でもともとかなり悪性度の高いがんだったようなんですけれども、最終的に、亡くなっちゃったっていう状況、つまりほとんど家に帰る、ちゃんと帰れです、家にはもちろん帰れないですね、家にも一時は帰ったんだけれども、とにかくもう病院に行ったまま亡くなってしまったんですね、でそのだから僕も取材してこの世界のルポに詳しく書きましたけれども、とてもその早期に適切な医療が受けられたとはとても言えないような状況で亡くなっちゃった。でね、これも強調しなくちゃいけないのは、先ほどと一緒ですけれども、逮捕された、犯罪を犯して逮捕した人であってもですよ、でも、そういう人権はあるわけですよ。ましてや今回のケースで言うと、
そんな嫌疑全部嘘だったわけでしょ、要するに全く無罪だったわけだからってこともあるけれども、はい、でもあくまでも逮捕されて起訴されて拘留されていても無罪推定の被告人なんだから、本来は拘置所がその治療であるとか、お医者さんに連れていくとか、あるいは癌だったら手術をするとかね、入院させるとかってことしなくちゃいけないのに、何にもしないんですよ。で、亡くなっちゃったんですよ。それってウィシュマさんのことも思い出させますよね。これ亡くなっちゃった元専務相島さんっていうんですけれども、相島さんのご家族と話をしたら、そのもちろんご家族がいたので、ご家族はもう必死になって受け入れてくれる病院探したりとかして、はいはい、こうでその弁護士さんは保釈請求がダメなんだったら、その交流の一時停止をさせてくれっていうのが、もう弁護士さんやご家族が必死に動いたから、その、かろうじて入院させられたけど、まあかなり遅れたけどね。はい、だけど、その、家族の方が言ってたのが、あのままほっといたら、多分、ウィシュマさんみたいになって、最終的に亡くなって、拘置所で亡くなって、でもまあ、拘置所としては一応医療させたんですよ、みたいなことを言って、ごまかされて終わっちゃったんじゃないか、っていうようなことをおっしゃってる。だから、この拘置所の行政っていうものもひどい。で、この事件の問題点っていうのはね、だから最初のその経済安保とかってことに戻ると、なんでこんなめちゃめちゃなことを、この警視庁公安部はやったんだってことにも一つなるんですね。まあ、今話は、捕まった後に人質司法の問題点っていうのがまず一つあるんですけれども、その前段階として、なんでこんな公安部はめちゃめちゃな捜査したのかっていうのは、これね、推測も含まれるんですけれども、一つは経済安保ですよ。つまり、中国に対してこういうその戦略物資的なものを輸出しているっていうものの管理が甘いんじゃないかっていうふうに彼らは思い込んだわけですよ。思い込んで、こういう事件をやればある種こう世の中だったりとか政治に対してメッセージを発せられるっていうことが、一つこういう事件、無茶な事件を捜査する一つのモチベーションになったのではないかっていうかの一つ、もう一つは、警視庁公安部っていうのはごく簡単に言うと、かつてはその共産主義をこう取り締まるのがこう使命だったんだけど、まあ、今共産主義者なんていないじゃないですか。で、今ね、その外国のスパイとかテロとかっていうものを一生懸命取り締まるっていう部門を増やしてるんですよ、必死になって、で今この外事部門っていうんですけども、この外事部門のこうメンバーを増やしていて、この事件の捜査したのがその外事部門なんですよ。つまり自分たちのこう公安警察もこう役所ですから、人を増大したら手柄が欲しい、何かちゃんとアピールできるものがないと困ると。まさにそういうことですね。そんな自分たちの都合でやられても困りますよ。いやいや困るんですよ、困る。だから政治的動機、自分たちの動機っていうもので、こういうその優良な町工場の人たちをそのこう捜査のターゲットにして、で起訴したけれども公判も開かずに白旗上げるような捜査だった。この捜査をやること自体も問題だし、それに加えてこの国の刑事司法のもういくつもの悪弊があるんですけども、悪弊が凝縮されて、そんな事件にもかかわらず330日も拘留されてしまい、で一人の方はちゃんとした医療も受けられずに亡くなっちゃって、でこの大河原加工機ってのは先ほど30億円の年間売り上げあるって申し上げましたけれど、銀行からの融資は止まる、それから取引先との社長が逮捕されたから、そうです、しかも社長らが逮捕されて、中国に不正輸出したなんて言われたら、会社のイメージもめちゃめちゃ悪くなりますよね。だから銀行の融資は止まる、取引先とのこう取引もこうかなり止まってしまうということで、30億あった売り上げが20億まで落ちちゃった。でしかも、弁護士さんにやっぱり数千万円の費用がかかると。で、これ、これも人質用の悪弊なんですけれど、認めたら、罪をね、罰金なんかせいぜい1000万とか2000万、せいぜいって言ったらちょっとあれですけど。そうした方がいいですよっていう、誘惑ささやきがあるわけで、はい。だから、弁護士用のこと考えたら、認めて罰金払って、保釈受けて、一刻も早く会社経営に戻った方がいいじゃないのとかって言われちゃうと、そっちの方が得かなっていうふうに思ってしまう。まさにこれが人質司法なんですけれども、そういうような問題点も含まれている。だからこの経済安保とか、それからこう警察がこう権限を強化するっていう裏側で、こういうその本当にその先ほどおっしゃったその佃製作所みたいなね、日本のそのこう戦後こう高度経済成長したその産業を支えてきた優良な中小企業がこんなひどい目に遭わされるっていうような現状っていうのは、ちょっとこれは僕は感化できないなというかですね。だから経済安保推進法案に関してもそうですし、
あるいはその警察がいろんな形で今権限強化してるんですけれども、その警察の権限強化の問題もそうですし、あるいは人質司法であるとか、あるいは密室での長期間の取り調べとかね、いろんな問題点が含まれているなと思って取材をして、まあぜひあの、まだその今月号のなんか世界がですね、はいはい、売れ行きが好調でなんかあまり本屋さんにもないらしいんですけれども、でもちょっとぜひ、あの、興味ある方は。相当読み応えがあるし、経済安全保障って、まあ、私たちの経済活動をになんか脅かすもの。まあ特に、改憲政党の自民党は、そのオンライン審議を契機として、緊急事態条項などの改憲論議の、まあ、呼び水といいますかですね、まあ、起爆剤にしたいんだという思惑がですね、見えるなという。つまり何ですか、オンライン会議を開こうということを決めるには、今の憲法を改正しないと開けないということですか。将来、今現在は憲法では国会が開かなきゃいけない、行かなきゃいけないわけですけれども、憲法を改正しなければオンライン審議ができないということでは必ずしもなくてですね、それぐらい緊急事態の対応が必要であるということを世論に、まあ、訴えてですね、であればもっと他にも緊急事態として対応すべきことがあるではないかと。なるほど。そのために憲法改正が必要だという、こういう論理立てに持っていこうとしているわけなんですね。で、一方でその立憲民主党はそのオンラインですから、オンライン審議の実現についてはこれは憲法改正ではなくて、衆議院の規則の変更で対応十分可能だと主張しているわけですね。で、オンライン国会をめぐってはその憲法改正が必要か必要でないかということが、まあ、そもそもこの憲法審査会でこの話が出てくること自身、持ち出したこと自身がもうある意味でそこにもう意図が見えないんですけど、まあそこがしかし、じゃあ立憲はそこを蹴飛ばしたかというとですね、そのテーブルにはついたわけです。なるほど。まあ、それはやっぱり立憲としても憲法改正の論議をすべて否定する政党とは思われたくないので、テーブルだけにはつきましたよということだと思うんですが、果たして議論どうなるのかということをちょっと話したいんですが、はいはい、これまで本会議場や委員会室の席を、まあ、いわゆるこのコロナ対応としてですね、席の間隔を空けたりしています。で、総理や閣僚の答弁席にはアクリル板を設置したりしてますし、まあ、感染防止策を講じてるんですけれども、はい、ただこの新型コロナの問題が深刻化した2年前、2020年の春頃からですね、この与野党の一部の議員がこれ国会審議のオンライン化の必要性を訴えてきているという、はい、まずこれが、まあ、そもそも2年前から実はもう論議が始まっている話なんですけれども、で、焦点となりますのはこの憲法56条なんですね、はい、で、この憲法56条というのは、まあ、衆参の本会議を開く要件を定めているんですけれども、そこにはですね、こうあるんです。総議員の、全ての議員ですね、総議員の3分の1以上の出席がなければ議事を開き議決することができないというふうに入っているんですね。はあはあ、で、この出席が問題なんです。これどう解釈するか。出席がなければの出席ね。そうです。で、ここが与野党間でこの、まあ、一致点を見出せないで、まあ、なかなか実現ができて、ここまで実現しなかった、してこなかったんですけれども、その17日に開かれました憲法審査会で、衆議院の法制局の立花幸信局長がですね、説明をしたところによると、憲法学説は大きく2つの見解に分けられるということで、まあ、2つあると言っているわけです、はい、で、1つはですね、物理的に現存すること、従来の自然な解釈ということにしているわけですね。で、この解釈だとですね、56条を改正しない限りオンライン国会を開けないということになるんですけど、そうなんですね、はい、で、もう1つはですね、出席にはオンライン出席も含まれるという解釈なんですね。なるほど。で、この場合は評決の際議場にいない議員は評決に加わることはできないとする、衆議院規則第148条を改正すればオンライン国会は開けるようになるということで、ですからこれは憲法改正は必要なくなるわけですけれども、まあ、当然その自民党は、改正したいわけですから、まあ一番の方に持っていきたい、最初の一つの方に持っていきたい、行きたいというのはもうこれははっきりしていると思うんですが、そうですか。これはだけどどうなんですかね、まあ、つまり、
物理的に減損することってことは、実際に国会の議場にいなきゃダメだと、ね、出席と認めないと、こういうことですよね。体がそこにいなきゃいけないんだという解釈で、非常に、まあ、あの出席という言葉をこう厳しく捉えているということだと思うんですけど、ね、でも今の時代、学校だって中だって、ね、教室に減損しなくたって、ちゃんとオンライン授業やってますよ、出席として。でこれですからね、この学説というのは、まあまあ、まさにその昔からある学説なんで、まあ、誰も疑問に思わない時代から来ているものですから、はい、まあ、学説というのは、まあ、それはあのその時々に、まあ、だんだんこう変わる変化もしうるものだと思うんですけれども、まあ、ここを逆にかたくなにこうあの、まあ、憲法改正の論理に持っていこうということですね。なるほど。で自民党のこの、まあ、先ほど その憲法審査会でですね、自民党の新党義孝さんはですね、議員は、こう言ってます。議員自立権に基づくもので、最終的には我々は考えを整理し方向をまとめなければならないということで、まあ、オンライン審議の導入を求めたと。で新藤氏は導入後にですね、緊急事態条項の創設が必要だという立場を示していて、ですからまあ憲法改正の前にまずこれやりましょうとは言っているんですけれども、一方で公明党や立憲民主党、国民民主党はその評決の際議場にいない議員は、評決に加わることができないというこの148条、さっきの言った2つ目を改正すればいいという考えに賛意を示しています。まあ、普通の常識的な考え方はこれで済むわけですよね。と思いますね。これ十分済む話なんですよ。で立憲民主党の奥野氏はですね、オンライン出席は感染症の全国的流行、大災害による交通遮断などは認めるべきではないかと、衆院規則を変えればすぐにでも実現できるということを言っていて、私もそう思いますけどね。そうです。で日本維新の会の三木喜恵氏は、緊急避難的にギリギリの選択肢と容認しつつも、その後は緊急事態条項を憲法に盛り込むべきだということで、これはやっぱり自民党に近い考え、そうですね、自民党と同じ考えと言ってもいいないですね。でその新党氏はその10日の衆議院の憲法審査会でもですね、改憲の本体論議は項目ごとに深める時期に来ていると、有事に現行憲法は規定、有事に現行憲法は規定がないと、有事についてですね、早急に議論が必要だということを言っているんですけれども、はい、これに対しては立憲民主党の奥野氏は、諸外国ではオンラインの国会審議が当たり前に行われていると、うん、日本でも憲法解釈ですぐにできるようにすべきだと、うん、論点を整理し、現行憲法上可能であることを明確にすべきだ、うん、その議論は予算審議中でも必要だと、つまり解釈会見でいいじゃないかということですね、うん、はいはい、でまあ、あとはその社民党はですね、新垣邦男氏は、憲法審でオンライン国会の審議を行うことに、まあまあ、コロナ禍に乗じた改憲論議の促進であるというふうに主張していて、まあ、それもそう見えますよね。そうなんですね。ですからこれは議員運営委員会などで議論すべきだというふうに言っています。なるほど。憲法審議会で議論すること自体に違和感があるということでしょ。あるということですね。そういうことですよね。で共産党もですね、請求に結論を出し、詳細な説得説教を出すまでは審査会の問題ではないと言ってるんですが、これちょっと分かりにくかったので共産党の幹部に聞いてみると、うん、要するにオンラインはいいと、しかしなんで憲法改正なんだと、まあ、非常にシンプルに、この場が違うと、だから応じないんだと言っているんです、はい、これなんか私は非常にすんなり入りましたけど、そうですね、でまあ、いずれにしてもこれはまあ今後ですね、どういう議論になっていくかという問題にはなると思うんですが、どうなんですか山田さん、私はね、まず憲法改正のことで言うので、まず緊急事態条項ということは非常に私危険だと思います、はあ、なぜならば緊急事態条項の目指すところというのは、国会の審議を経ないで政府がかなりのことが自分たちの判断で、決められると、普段であれば法律を作らなきゃいけないこともどんどん決めていけるということを緊急事態条項という言葉によって実現しようとしているわけですね、でそれは非常に有効に活用できる時もあるとは思いますけども、はい、悪用しだすとですね、いくらでも解釈できてしまうわけです。なるほど。ですから緊急事態条項という形での緊急事態対応というのは私はこれはもう絶対反対です。あ、なるほど。ただしですね、確かに例えば今度のコロナの場合もそうですし、あるいは震災が起きた場合についても、今の憲法によって対応がしにくくなる面があるというのは私はあると思うんです。あ、それも事実ですか。例えばこの間の衆議院の解散総選挙なども、うん、結局は憲法で任期が規定されているので、その選挙の時期がずらせなかったわけですね。で地方の場合はそれができるんです、法律ですから、となってきますと本当にこの任期4年、衆議院4年、例えばですね、4年、参議院6年ということに、特に衆議院の4年でですね、縛っていることで良いのであろうかという議論は、これは私は
その別に緊急事態条項などということを構えるのではなくて、今後何か起きた時の対応として、どうであるかという、うん、まあ、この中の延長線上として憲法改正が出てくるのは、私は、まあ、一応ありかなと思ってます、はい、しかしそれも呼び水にして、じゃあもっと憲法改正しましょうというふうにどんどん広がっていく可能性もありますから、実はそれすらも、非常に慎重な論議が必要なんですけれども、まして言わんや緊急事態条項なるものを作ってしまったらですね、私はもうこれはもう今の民主主義に対しては大きな、まあ、過去を残す形になるので、まあ、まあよもやそういったことが国民投票で通るとは私は思いませんけれども、議論そのものもそちらに向いていこうとしていることについて私は非常に大きな危うさを感じます。そうです、増えてるんです。さらにサイバー犯罪の検挙数は去年1万2000件を超え過去最多となっています。で、こうした中、政府は警察庁にサイバー警察局を新設し、直轄の部隊サイバー特別捜査隊を発足させようと議論を進めています。この4月にも誕生するかもしれません。背景に一体どんな事情があるのか、どのような組織なのか、どんな課題があるのか、慶応義塾大学教授で法哲学者の大谷武弘さんに伺います。大谷武弘さん、おはようございます。はい、おはようございます。サイバー犯罪、日本でもかなり増えているようですけど、大谷さん、状況をどう見ていらっしゃいますか？確かに年々増えているんですが、はい、検挙されているものの大半は、自動回収とか詐欺のように、すでに実社会に存在する犯罪の手段がインターネットに変化したものなんですね。不正アクセスのように本格的なサイバー犯罪がそんなに増えているわけではなくて、むしろ重要なのは、大規模化、国際化していることだというふうに考えています。サイバー犯罪が大規模化、国際化、そういう兆候はすでに見えてきてますか？はい、例えばランサムウェアというんですが、送りつけられたプログラムを実行すると、コンピューターの中のデータがすべて暗号化されてしまうんですね。はい、ランサムというのは身代金のことでして、身代金を払えばそのデータを元に戻す方法を教えてやるという形で、金銭を奪うことが目的だとされています、うん、昨年にはアメリカ最大の石油パイプラインがこれで攻撃されて操業停止に追い込まれ、はい、5億円だと言われていますが身代金を支払ったとされています、うん、日本でも多くの企業が被害に遭っていますし、うん、それ以外に病院がターゲットになって、はい、電子カルテとか、そういったデータが全て使えなくなった、はい、このような事件も起きているところですね。ありましたね、はい、被害は急増してまして、脅迫のメッセージは英語で表示されるのが一般的だと言われています。英語で表示される、そうすると大谷さん、攻撃はこれどこからなんですか？海外ということですか？そうですね、北朝鮮やロシアのように、うん、政府自体がサイバー攻撃を通じて資金獲得をしているとか、犯罪集団を支援していると疑われている国もあります、うん、今ウクライナでもこのような攻撃が急増していると言われています、さらにダークネットというんですが、通常の方法ではアクセスできないインターネットの領域で、薬物であるとか人身売買の情報が国際的に交換されているという疑惑もあるわけです。まあ、そういうその非常にこの、直接の大きな攻撃の手が及びつつあるという感じなわけですね。はい、それでその警察の捜査っていうと、この実際の捜査取り締まりタイプなどっていうのは基本的に地元の警察が当たって、うんてますよね。はい、でこのサイバー犯罪では国が乗り出すということなんですが、これはどういうことなんでしょうか？はい、日本ではですね、実際に犯罪の捜査や取り締まりを行う警察機構はご承知のように都道府県に置かれています、はい、東京都の警察が警視庁ですし、うん、愛知県なら愛知県警ですね、うん、現場の警察官も都道府県ごとに採用されて働いている地方公務員です。はい、しかしながら、国際化したサイバー犯罪の場合、捜査をするために外国の警察と、協力したり情報共有をする必要がありまして、国際的なこの捜査協力の網というのが作られているわけですが、うん、これやはり国の組織対国の組織の情報交換なんですね。そこが今の日本の体制では弱いという指摘がある。は
はい、それから、現在は47の都道府県警察がありますので、うん、それらにその専門的技術的な知見を持った人材というのが分散してしまっているわけですね、うんうん、そうするとどうしても技術への理解が捜査現場に不足していて、うん、対応が遅れる一因になっているという指摘もあるわけです、うん、そこで政府は警察庁というのはこれは国の機関なんですが、はい、これを組織改正して対応しようとしているわけです。具体的に言うと、この警察庁にサイバー警察局というのが新設され、はい、警察庁の出先機関である関東管区警察局というところに、うん、捜査や逮捕などの権限を持つサイバー特別捜査隊というのを新たに設置するわけです。ね、うんうん、そのために今国会に警察法改正の法案が提出されている、こういう状況なわけです。なるほど、もう国際的なものなのでそれに対応するのにはやっぱ国レベルということが必要だということなんですね、はい、ところがそこには法哲学的に考えると大きな課題もあるということなんです、それがどういうことなのかこの後深読みしていただこうと思います。今朝は深刻化するサイバー犯罪を防ぐために政府が設立を目指すサイバー警察について、慶応義塾大学教授で法哲学者の大谷武弘さんにお話を聞いています。まあ国としての取り組み必要であるかなという感じが先ほどのお話からしたんですが、そこには課題もあるということですね。それ大谷さんどういうことか話していただけますか。はい、実は警察の体制というのは戦前と戦後で大きく違っているんですね、はい、戦前の警察は国の組織でして内務省の下に統一して置かれていました、うん、そうするとですね、大臣の下にいるので政治との距離が取れず、さまざまな形で悪用されてしまったんです、うん、例えばですが、選挙の時に野党の選挙運動が妨害される、あるいは思想統制のために労働組合や社会主義運動の関係者の身柄がバンバン拘束される、うん、カニ高専で有名なプロレタリア作家の小林武市という人もいましたが、はい、彼は警察により不当に拘束されて殺害されてしまったと、うん、そういうふうに疑われているわけですね、うん、このように様々な悪用がされたということへの反省から、うん、戦後犯罪捜査という、これは国民の権利や自由に直接強い影響を持つ手段ですから、はい、これを持つ組織を国の政治から分離しようということで、様々な形で政治が直接関与できないようなシステムになっているわけです、うん、例えば警察庁には大臣がいなくてですね、国家公安委員会という組織の下に置かれていることになっている。実動部隊の警察も国の組織であることをやめて各都道府県に置かれました、うん、国の警察庁は日本全体で警察に関する政策形成や立法提案をするとか、あるいは鑑識技術の研究や普及、統計の作成といったように、うん、裏面の指揮監督に徹するという役割分担をしてきたんですね、うん、ところが今回の法案が成立すると、これは国が直接に捜査権限を持つということが正面から復活することになります、うん、そうすると、うん、まあ、政治的に対立している相手を捜査対象にするんじゃないかとか、特に現代社会ではインターネットってのは不可欠なものになっていますから、うん、その使い方を警察が監視するきっかけになるのではないか、うん、こういったような警戒の声も上がっていることになるわけです。サイバー犯罪、今後ますますこう深刻になってくると思います。国としての対応も必要だと思うけど、過去に立ち返ると、考えなければならないこともあると。そこのとこ、大谷さん、今政府はどういうふうにしようとしてるんですか？はい。政府の提案も、そのような、疑問があるということは当然意識していまして、はい、サイバー特別捜査隊は作るんだけれども、うん、これが対応するのは一部の重要事案に限定する、うん、具体的には、国家組織を背景にしていることが疑われるもの、うん、
あるいは通信であるとか電力交通といった重大インフラに対する攻撃である、うん、さらに、まあ、都道府県警察ではできないような高度な技術を利用しているものに限って、まあ、対応しましょうと、うん、こういうことなんですね、うん、またですね、警察庁にサイバー警察局が置かれるというふうに書いてあるんですけども、はい、これがやるのは、情報分析とか技術解析、あるいは人材育成といった間接的な部分が中心になると、うん、サイバー特別捜査隊、直接捜査を行う部隊は、うん、管区警察局というところに置かれます、うん、これは警察庁の出先機関ではあるんですが、全国に7つ置かれているもので、うん、都道府県警察の間の調整であるとか、うん、広域犯罪への対応に当たってきた組織です、うん、確かに、国の組織の一部ではあるんだけれども、うん、まあ、あくまで出先機関であって、うん、永田町とか霞が関からは一定の距離を取った、うん、こういう趣旨だろうとは思います、うん、あの残り時間1分ほどなんですけどね、まあ、サイバー行為から守ってもらわなければならないと思うんですけれど、まあ、一方でその捜査対象がどこまでになるのかなとか、どういう捜査なのかと、まあ、気にかかることもありますよね。はい、大家さん、あのこれ どうすべきだというふうに捉えていらっしゃいますか。あの危険を意識する必要はもちろんあるんだと思うんです、うん、一方で、こういう手段を持たなければ危機にさらされるのは我々自身の生活なんですね、うん、安全安心を持つためには一定の道具を作らなければいけないというのはこれは避けられない事態で、うん、ただそれが、下手な使い方をされないように、うん、専門性を維持しつつ適切に政治からの距離を取ることができるように、ちゃんと我々自身が、意識を持ってですね、継続的に監視していくということが必要になるだろうというふうに考えています。慶応義塾大学教授の大谷武博さんでした。大谷さん、ご自宅ですね。はい。猫の声が聞こえているとツイッターで話題になっています。はい、すいません。心配してるんです。ありがとうございました。考えさせられました。大谷武博さんでした。